暗号資産ジャーナリスト木下裕司の週刊クリビト。暗号資産ジャーナリスト木下裕司の週刊クリビト。皆さんこんにちは、暗号資産ジャーナリスト木下です。今日もですね、週刊送り人、楽しく送っていきたいと思います。さて、まず最初にそのスタジオ内のですねコロナ対策についてお話しさせていただきます。まずですねこのスタジオ内、私たちがですね、収録のたびにですね全部除菌をしています。でさらにスタッフは全員マスク着用しています。で私自身も、実際検温、そしてゲストの皆さんも検温していただきまして、ちゃんと、体温の方も測らせていただいております。そして、こちらのですねスタジオ内にはですねこのトレールというですねオゾン発生装置が、回っています。なのでこのスタジオ内の空気はですね常に循環していて、さらにオゾンが発生しているので余計なウイルスをシャットアウトしているというふうな状況になります。でさらにこちら仕切り板があります。ゲストさんと私が濃厚接触しないようになっております。さらにですねゲストさん同士も、濃厚接触しないように、フェイスガードをつけていただいているという状況になっておりますので、コロナ対策ちゃんとやっておりますので、ぜひ皆さん、安心してですね、最後までご視聴いただければなと思っております。はい、で今日のゲストは、前々回引き続きてですね、仮想通貨マニアさん、そして、パートナーのヒゲさんになります。お二人とも、ツイッターはですね仮想通貨マニア、そしてヒゲってやられていますので、ぜひですね皆さん、まあ私たち番組のツイッターをですねチェックいただければ、お二人のリンク貼られてますのでチェックいただければなと思っております。はい、で前回はですね、まあ暗号資産、仮想通貨マニアさんとそしてヒゲさんにはですねお二人の、まあ、慣れ初めというかね、生い立ち慣れ初めみたいなこのそしてその後にですねこのお二人が暗号資産仮想通貨に出会い、そしてこの2020年までを過ごしてきたところ、そしてこれから2020年21年といろんな思いの中で新しいプロジェクトを立ち上げているというところもあるので、その辺をぜひ、ね、お聞かせいただきたいんですけれども、まず最初その2020年、前回の放送で、DeFi ですね、まあ、DeFi、まあ、いろんな言い方がありますけどこちらに注目されて、そこから、はい、マニアさんどういう風な感じで。そうですね、はい、はい、まあ、DeFi、まあ、最初も本当僕全然分かってなかったので。いや分からないですよね、分かんないですね、いきなり DeFi、はい、でもその、まあ、ディーセントライズドファイナンスっていうことで、はいはい、まあ、昔そのチャールズが軽くこう言ってたなみたいな感じでちょっと思い出してきたんですよね、はい、でその時に、あ、分散型金融、あ、アフリカで銀行が銀行口座持てない方たちもこういったインターネットを使って金融ができてくるんだみたいな、うん、それをちょっとこう思い出してきたんですよ。へ、はい、もしねこれぜひまあ、多分すごい聞きたいと思うんですが、うん、なぜならチャールズ・ホスキンソンは多分皆さんね知らない人はもちろん暗号資産業界知らない、分かんない人は知らないかもしれないですけど、イーサリアムを作った人ですからねそのイーサリアムを作った人がそのあった当時2017とか6とか、はい、そうですね、16とか10ですよね、そうですね、その時なんて言ってたんですか。ですね、はい、すごいやっぱ覚えてるのが、はい、まあ、日本は当たり前のようにこの銀行口座を持ってると、うん、もう 90% 以上の人が、まあ、銀行口座を持ってるよねと、はい、ただこれは世界では当たり前じゃないんだよっていうのを言われて、はい、どういうことってなった時に、はい、アフリカとか、まあ、東南アジアとか、まあ、やっぱこう貧困が多いところだったりとか、はい、やっぱりこうまだまだ、インフラが整ってない場所、はい、やっぱそういったところがやっぱいっぱいあると、はい、でそういった人らはもうその銀行口座の保有率とかも、もう 20% 以下なんだよ。 20% 以下です、ね、知らない、はい、で、まあ、そういったところでこう銀行に行くのにも7時間かかる人たちもいるんだよみたいな、うんうんうん、でそういうのが思い出されてきて、はい、で DeFi、 おやっとこの分散型金融ってものが世に広まってきたんだっていうので、はい、うんうんうん、チャールズが5年前に出たことが、はい、お、そろそろできてくるのかなみたいな。あ、そういった意味では皆さん、はい、その銀行なんて行かなくて も、 そうですね、もうスマホが銀行みたいになってくれてると。そうですね、いうぐらいのなってると、うん、なんかこう金融のその仕組みっていうものがもうインターネット上で始まっていくんだよっていう話をされたのをもう思い出しまして、はい、
そうですよね、はい、特にまああのねほとんどの方あの分散金融って言って何ぞやってありますけど、特にまあ僕らから身近なところで言ったらやっぱりお金の貸し借りとかね、そうですね、意外とあの銀行行ってね、あの事業計画書見せてお金貸してくれとかっていうのが今までのやり方だと思うんですけど、またちょっとねあの分散型金融でのお金の貸し借りまた違ったやり方で貸し借りも生まれてるんですけど、まあそれがねもっと身近になればね、オルチグやりたいんですアフリカでみたいな、アフリカのね人がね、そうですね、でもどう買おう、でも銀行ねえしなみたいなね、お金どうしようっていう中でもちゃんとスマホ1台あれば借りたりできるみたいな、そうですね、っていう時代になってきてるわけですからね、日本人が使えるサービスって、まあ、日本だけの金融のサービスですけど、やっぱりインターネット上にあるサービスだったら、全世界からどこでもアクセスできる、これはめちゃくちゃ画期的だなっていうのが最初のインパクトでしたね。そうなんですよ、だから多分これからそれこそまあ火災保険等々のね、お仕事もされたと思うんですけど、それすらもう変わってくるでしょうねと思います。逆にあの今までは日本のね火災保険みんな扱ってたりとか地震保険やってたと思うんですけど、いや別に海外でも対象になってるから世界でなんとかなるんじゃねみたいな、ね、そうですねっていうのもありますしね、逆にうち保険会社やるからディファイやっちゃおうかなみたいなあるしっていうのもあるかもしれないですし、それでも大きく流れがねこの2020年ディファイ元年から変わってくる中、変わってきたと。でその中でまああのマニアさんと、まあ、ヒゲさんが新しく事業を立ち上げようっていうのはいつ頃考えられたんですか。そうですね、一緒にやろうってなったのは、今年に入って1月ですね。それまで2020年の末ぐらいまでは逆にマニアさん一人でやろうと思ってた。まあ、僕自身は、はい、まあまあ、自分でそういうのをこうやりながら、はいはい、でまあ、そういう、こう DeFi 側をこう作ってる側だったりとか、そういった方にこう聞きに行ったりとかして、こう調査しながら自分でやるみたいなことをちょっとずつやってたんです。何をやってたんですか。その時はあのワンインチっていう、まあ、DeFi、まあ、DEX の、あのアグリゲーターとか言われてるものですね、そういうものだったりとか、あとはユニスワップとか、あとは寿司スワップ、あの辺をこうメインにちょっと最初はやってましたね。それを教える側ってことですか。あ、教えるというか、まあ、自分で投資したい、ね、そうですね、どういったものなのかなっていうのをまずちょっと触んないとわからないなと思ったので、その辺もちょっと自分でこうやりながら、でどんなものなのかなっていうのをこう調べてたんですね、したらいきなりワンインチがポンと跳ねたので、やばいことになりましたね。なんだこれ、なんだこれですからね。何インチだみたいな。そうなんだ。何インチ跳ねんの、ワンインチから3、4インチぐらいまで行っちゃってんじゃないか。これ、チャートの表が何インチ合わせるみたいな、そういうことですかみたいな。そういうことが起き始めて、で、その時にちょうど、もう僕ん家にですね、そのヒゲさんが来てくれて、なんか面白そうのやってるらしいじゃんみたいな、DeFi っていうのも教えてよって言われて、相変わらずオーバーラップするんですよ。そうなんですよ、相変わらずのオーバーラップ決めてくると、1月に家に来て、でそれが最初きっかけで、でやっぱ DeFi って結構難しいじゃないですか。難しいですよ、すごい。このスマートコントラクト使う、っていうかその前のウォレットを作るところからみんなちょっとわからないみたいな、メタマスクって何ですか。そうなんですよ、喫煙出てきたんですよ。これはあれですか、ハッカーですかみたいな。そうそうそう、ハッキングされてるんですか。そこから始まって、なんかもう分かんないと、やってくれよみたいな言われるんで、いやだからね、今まではその会社に預けてなんかこう配当型ウォレットだなんだってあって、いや結局それってなんか自分で運用してないじゃんと、会社に委ねてるだけだし、自分のウォレットじゃないんだよっていう話だったんで、そうなんですよ、だからこそこの DeFi なんだよっていう話をしてるんですけど、いやだからその DeFi が分かんないからやってよって言われても、いやだから自分でやろうよこのやり取りだったんですよ。なので、そうなので、あ、ここにちょっと僕はビジネスチャンスがあるんじゃないのかなと思って、その DeFi 分からないから、じゃあどういうふうに自分がやれるかっていうのを教えていったらいいんじゃないのかなって思ったんですね、でそれをきっかけに、あ、これ面白いじゃんって言ってくれて、じゃあこれビジネスにしようよみたいな、まあ、そういう形で、まあ DeFi をこう教えるじゃないですけども、まあ、オンラインサロンみたいな形で、そういったことをこう教えていければいいかなって思ってて、それがだから最初のきっかけです。まあ、確かに、あの僕らあのもともと去年から DeFi に関しては、まあ、放送でも取り上げてきたんですけど、ちょうどねやっぱりあの DeFi やってる人たちってやっぱり結構やっぱり、まあ、そのブロックチェーン、さすホスキンソン言ったように、あのブロックチェーンの可能性、次のやっぱ金融、まあ、本当のなんですかね、本丸を突きに行こうみたいな、あのお金ってもののあり方みたいな、で銀行ってもあり方もう見直そうぜっていうので DeFi ってあると思うんですけど、難しくてね。で今逆に言ったら NFT とかは
あ、絵がなんか売れんのねみたいな感じですごい分かりやすくて、うん、でその NFT が後から出てきてディファイが置いてかれたっていうか、うん、あの置いてかれたというかどちらかというとはもうちょっとあんまりまあなんかあんまりみんな分かってないっていうなんか、うん、ただこのディファイがないと NFT もあのうまくいかないよっていうのは最近の潮流で、うん、本当にディファイ難しいです、うん、はい。なのですごいおっしゃる通りヒゲさんナイス質問だと思います。わかんねえと。わかんない。な、何ディファイとかなんか、うん、なんか片言使ってんのところから、うん、そうなんですよね。でメタマスクやるときもなんかこれ絶対メモっといてねとか言われて、はい、もう最初怖いじゃないですかやっぱり、ね、怖いですよ怖いですよ。これなくなったらやばいよとか言われて、はいはいはい、えーって言いながら書いてとか、はい、もうあんなのはでも本当に教わらないとわからないな。そうですね。暗号書いてこれはなくちゃアウトみたいな、なんだこれみたいな、はいはい、ところからそうですねいろいろ聞いて、うん、あこういう仕組みなんだっていうのを本当に分かったのは今年入ってからなんで、うん、これは面白いと思って。そうですよね。で、はい、それでお二人が立ち上げられたのが 3C そうですねというものですよね。はい、はい、でそれでまあオンラインスクールしようっていう話になったわけですよね。はい、はい。いやでも最初オンラインスクールっていう中でどういうやり方をしようとかってなんかいろいろ考えられたことあるんですか。なんか月額制とか、うん、あそうですね、とか、まあ、サブスクみたいな、はいはい、形をとって、はい、まあ言ったらこうコミュニティみたいな形が面白いんじゃないのかなと思って、はい、まあ皆さんのこうなんだろう、まあ言ったら僕ずっとその仮想通貨のコミュニティをもう5、6年ぐらいずっとやってきてるんですけど、はい、やっぱりこのコミュニティの中についこう、うん、なんだろう、やっぱ個人の事案が僕は来るなと思って、うん、まあ、そのディーセントライズドコミュニティみたいな分散型コミュニティっていうのを僕は作っていきたいってずっとあったので、うん、面白い、いいマインドですね。すごいすごいすごい。そういうのをこう日本から世界へみたいな形で、はい、まあ、どこでもいいじゃないかっていう、はい、世界のどこにあってもそういうコミュニティとして、うん、あのこうつながっていけばいいんじゃないのかなと思って、はい、でその中でこう一人一人やっぱり、まあ、例えばヒゲさんだったら得意な分野あるわけですよね、うん、はい、保険関係とか、はい、でこの人は例えばオンライン、なんだ、そのリアルなこの生態ショーやってるとか、うん、まあ、いろんな方が多分いると思うんですけど、うん、そういった方がこう入ってきて仮想通貨を軸にコミュニティができたら僕は面白いんじゃないのかなと思って、うん、でそれで教わりながら、じゃあ教わりながらそこで例えば、まあ、ポイントみたいのをそこでもらって、でそのポイントを今度皆さんにこう使えるような、うん、そういうプラットフォームができたら面白いんじゃないのかなと思って僕は考えついたんですね。はい。いやでもね、こう皆さんちょっとねどんな子もどうのか見たいと思うんで、すいませんスタッフの方、あの 3C のですね先ほど URL の方出していただきたいんですけど、はい、こちらですね。すごい2人でビビってますよ。皆さん見ました今の顔みたいな、はい、こんな感じでですね、まず出ていきます。まずこの 3C、 まああの昭和のね、あの50年代の僕からしたら 3C としか読めなくてですね、クーラーカラーテレビかですね、車とカラーテレビとエアコンみたいな、そんな時代がありましたけれども、これ何という意味で 3C なんですか。そうですね、最初はまあ 3C、まあ、3って結構フィボナッチ指数とか、はい、なんかこういうね結構、はい、あの投資とか、うん、まあ、その原理原則みたいな3から始まるよみたいなのが結構あったので、はい、だちょっと3使いたいなと思って、はい、でクリプトカレンシーって CC じゃないですか、はいはいはい、だかこのクリプトカレンシーに何かつけようと思って、はい、この次の C 何にしようかなって考えてたんですよ、はいはい、で僕はチャールズ好きだったんで、はい、あのクリプトカレンシーチャールズって言ったんですけど、はい、いやそれおかしすぎるだろうみたいな。いや俺ヒゲさんが同じ立場でもおかしいだろうそう。チャールズそんなにリスペクトいやこれイーサリアムチェーンでやるどうすんのみたいな。なんかちょっと間違っちゃうからだったんで、なんて言ったんだっけ、クラシック、クラシック、そうそうそう、クラシックっていうのをこう持ってきてくれて、はい、当て込んだよね。そうですね、当て込んだね、クラシック、まあね、あの競馬競馬じゃないですけど、はい、クラシックっていうのなんかいろいろありますけど、そうですね、はい、原理原則というか、はい、まあ、最上のっていう、ね、最上の意味が、うん、はい、じゃあそれで、あのクリプトカレンシークラシックと、そうです、ね、いうことで作られた 3C です。はい、はい、ね、あの、ありがとうございます。苦労してて初級者から上級者まで、はい、あ、そうね、っていうことなんですけど、まあ実際はこちらサロンの概要、これじゃ記事は読めるんですかね、なんか特に。まあ有料会員になると入れるような
感じになってるので。ああ、そうなんですね。そうですね。一応見れるところは見れるんですけど、はい、はい、で毎週日曜日だけに、はい、夜8時から、はい、ズームセミナーで、うん、無料で開放してまして、はい、そこに来ていただくっていうのが最初の出だしになってます。へー。でその時には、まあ、例えば今週のこういった出来事あったよねとか、はい、仮想通貨 その最新情報だったりとか、はい、っていうのをそこでシェアしながら、はい、で初めての方でも、まあ、仮想通貨がこう分かりやすいように、はい、っていうのを毎週日曜日の、夜8時からやらせていただいてます、うん、すごい、はい、ちゃんとこのね定期的にやるあたりがですね、ちょっと上にまた、戻っていただいていいでしょうか、はい、そうですね、一緒にこの暗号資産の未来を一緒に切り開こう、はい、あ、暗号通貨か、そうですね、はい、これ辺はどんな思いで作られたんですか。そうですね、まあ、やはりその暗号通貨ってなんかこう一般の方から見ると、はい、なんか投資家だけがやってんでしょうとか、まあまあ、そういうイメージがやっぱり、そうなんですよ、はい、怪しさマックスがね、はい、今のやっぱりこう日本になっちゃってると思うんですけど、はい、やっぱりそれって僕はちょっとおかしいなとやっぱ思ってて、うん、でじゃあなんで日本にチャールズがわざわざ来て、うん、じゃあ日本でそういったプロジェクトを始めるきっかけになったかっていうと、マウントコックス事件があって、はい、やっぱり日本でそういう仮想通貨っていうのはやっぱりこうなんだろう、あまりいいイメージがなくなっちゃったみたいなんですよね、まあ、で、そういうのをきっかけに、まあ、そういうイメージを払拭しようということで、まあ、チャールズが来てやってたんですけど、はい、まあ、そういうところからやっぱり日本っていうのはちょっとこう仮想通貨にいいイメージがないので、はい、うん、でもやっぱり仮想通貨暗号通貨っていうものは、うん、まあ、世界ではこう、ね、一般的に使われてくるでしょうし、はい、まあ、間違いなくそういう、なんだろうな、投機的なものではなくで、やっぱりこう実情で実際にこう使われてくるっていう未来が間違いなく来ると思うので、はい、そういったところにやっぱりこう乗り遅れないような、はい、まあ、仕組みを作っていきたいなと思ったので、はい、熱い、はい、熱いじゃないですか本当そのぐらいすげえ話してきた、わすげえみたいな、そうなんですよ、もっとバクッとなんかすいませんって言われちゃったの、いやすげえなんか思いが、はい、なんかこうやっぱ仮想通貨業界いると、はい、稼げればいいでしょみたいな、そしたら結構いいじゃないですか、それなんか僕なんかこう嫌だなってずっと思ってたんですけど、はい、でも自分もやっぱそういうところにこう属しててた部分もあるので、はいはい、じゃなくってやっぱ仮想通貨をどうこうね使えてくるのかっていうところを、はい、まあ、一緒に切り開いていきたいなっていうのが、うん、一つありますね。あ、素晴らしい。で、はい、ちなみにこれ上また登っていただいてスクロールしていただいて大丈夫ですか。すいません、この中で、初めての方はこちらですかね、こちらは、はい、見れますかね。あ、見れます、はい、クリックしていただいて、はい、はい、こちらはありますね、オンラインサロン、思いが書いてあります。へ一人一人ニックネームで、そうですね、ファミリーで呼ぶと、はい、分散型コミュニティ、ちゃんと言ってますね、ディセントライズド、ちょっとかっこいいですね。はい、で、これでしっかり自分自身で学んでいくと、そうですね、いうところですね。なんかこう自動でほったらかしで稼げるよっていうのではないので、はい、まあ、やっぱちゃんと自分の、はい、まあ、ウォレットを作ってとか、まあ、自分で仮想通貨を持ってみるっていうところからこう始められるように、うん、はい、はい、あ、いきなり最初からオンラインスタイルの魅力で DeFi が学べると、そうですね、まあ、取引所は、はい、もうまさに DeFi の、ね、時代が来るなと思いましたので、うん、まあ、DeFi を学べるようにということで、はい、はい、オンラインサロンの魅力その2は暗号資産の最新情報、まあ、そうですね、これ目まぐるしいですから、うん、そうなんですよ。これは逆にどういったところでマニアさんは情報収集したことを、まあ、そうですね、やっぱ海外からの情報だったりとか、はい、まあ、直接そういう開発者側だったりとか、はい、うん、まあ、いますし、あとはもう本当に今目まぐるしく変わる中で、はい、やっぱツイッターとかってすっごい情報がやっぱ取れるので、うん、はい、まあ、そういったところの情報を最新でこう流していくような、はい、はい、まあ、そういうこともやってってます。わ、素晴らしい、はい、じゃあ次はオンラインサロン魅力さん、アフィリエイト報酬、はい、そうですね、これはもうアフィリエイト報酬で、やっぱりこう仲間作りも一つの僕はポイントだなと思ってますので、はい、うん、まあ、その紹介者の方がこうねいるんであれば、うん、まあ、その人にこうキャッシュバックが来るの方がいいなと僕は思ってるので、うん、はい、まあ、20% キャッシュバックということで、はいはい、アフィリエイトができてます。はい、じゃあ5人紹介するのただ、そういうことです、はい、はい、5人、あ、6人、5人です、ね、あ、で 20% すごい5人ですよね、すね、はい、うん、はい、はい、オンラインサロンの魅力プラットフォームとしての、そうですね、はい、でこれはまあ東京で例えばエステやってる方とか、うん、なんかこう自営でパン屋さんやってる方とか、また名刺のデザインやってるよっていう方とか、うん、まあ、いろんな方がこのコミュニティに入ってくると思うんですけど、はい、
まあ、そういった方のこう一つサービスなんかをここでこう、みんなにこう広告ができるような、はいはい、そういう仕組みにしたいなと思ってまして、はい、まあ、そういうのもマッチングできればいいかなと思っております。これは月会費3万8000円の人もいるんですね。まあ、VIP だと一応3万6000円。3万6000円、はい、はい、で、まあ、そうですね、そういったのもちょっとあるんですけども、はい、まあ、一般会員は1万2000円ですね、はい、無料登録もあるんですね。あ、そうです、無料で、もう毎週無料でその Zoom セミナーは開放してますので、まあ、ぜひ一度あの足を運んでいただいて、はい、あの Zoom なので、ね、ネット上で足を運べますので、はい、はい、面白い。じゃあこちらありがとうございます。でマニュアルとは何でしょうかね、このマニュアル。あ、マニュアルとかっていうのはもう本当にその、はい、例えばさっきのメタマスクの作り方とか、ね、はい、そうですね、はい、すいません、ちょっとまたこれ戻っていただいて、はい、動画で学ぼうも逆に言ったら、あ、そうですね、動画なんかもそうです、まあ、メタマスクの作り方とかもそうですけども、はい、こちらもログインしたら見れると。そうですね、でファミリー向けのズームスケジュール、こちらすいません最後、はい、これも週1週2とかで、はい、あのファミリー向けでやってます。そうか、ということは、はい、逆に、こちら、興味のある方まず無料登録して、そうですね、ログインして見てもらおうと、はい、そうですいうところですね、はい、いやー面白い。ちなみにこの今すいません、そのまま下下がっていただいてですね、こちら流れているこの中で何か押せるものとか何かありますこれ全部、まあ、ここはまあ、なんだろう、そういう仮想通貨の用語集みたいな仕組みになってて、はい、あ、まあ、いろんな、まあ、例えば今だったら、はい、イニシャルファーミングオファリングとか、はいはい、そういう DEX 内でファーミングをやってる人限定で、うん、ICO みたいな形で IFO ができるんだよみたいなのもありますので、うん、まあ、そういったのもこう生中継で一緒にやりながら IFO をみんなで試してやってるとか、はい、そういったことも一応やってます。面白い、はい、ちなみに今会員さんどれぐらいいらっしゃる。会員、そうですね、今70人から80人ぐらいで、はい、いやでも素晴らしいです。その中で、ね、まあ、VIP の方もいらっしゃるでしょうし、はい、逆にちゃんとねこの、 仕組みが回っているっていうのは本当に素晴らしいですね。勉強できるサロン。あ、そうですね、ただこれ実際にこの運用していくっていうのもね非常に大変だと思うんです。あ、こちら、もう大丈夫です、ありがとうございます。サイトの方閉じていただいて、はい、ありがとうございます。はい、こういう形でですね 3C 非常に楽しみなんですけど、はい、実際この1月からいつから運用というのは、まあ、プレーオープンみたいな形で、はい、一応1月後半、まあ、2月の頭ぐらいからですかね、はい、やらせていただいてて、はい、でオープンは3月31日、はい、まあ、今年一番運気がいい日っていう、あ、ありましたね、ありましたよね、はい、あの日にちょっとこうあやかって、はい、3月31日に、まあ、僕は大阪から、はい、でヒゲさんは、茨城から、はい、集まったのがこう中央の富士山の麓にある、はい、まあ、有名な金融神社が、あ、あの荒山神社、そうです、荒山神社の方で落ち合って、はい、でそこで発表というか、はいはい、開校したっていう、へ、祈祷してね、ご祈祷して、はい、ちゃんと富士山 の, でっかい石重たかったですか。 あれがですねコロナで今持ち上げられないっていう。なんだ荒山神社、そうなんですよ。でも奥宮には行けました。そこもちょっと今雪で、あ、雪か、行けなかったんですね、うん、はい、ぜひですね皆さん、はい、荒山神社っていう、新しい、屋敷の屋で山で神社って、うん、金融神社が富士吉田かな、うん、にある。あ、結構車があった方が全然便利なんですけど、そうですね、結構普通に電車で行こうと思ったらタクシーいくらかかんねんね結構大変ですね。まあ皆さん車で行っていただきたいんですけど、まあそういったね金融神社でちゃんとね、そうですね、作り上げたと、はい、ご祈祷してもらっていうところなんですよね、はい、でもまあそこから3月31日から、まあ、今4月でこの方収録をしているのは4月なんですけれども、どうです実際にこう運用というかしてみて1ヶ月ぐらい経つのかな、うん、はい、こうやってみてどんな印象ですか、コミュニティをやってて。そうですね、まあ、実際にもう本当に最初から入ってくれてた方とかで、はい、まあ、一緒にこう個別のズームとかで、はい、こう教えていくときにどのぐらい自分が稼いでるか分かんないと、うん、はい、まあ、そういうのがあったので、はい、でちょっとこうそういうのが見れるサイトがあったりとかするので、うん、まあ、そういうのをこう一緒にこう見ながら見てたんですけど、はい、大体その方で5倍ぐらい言ってました。へ、ちなみに、はい、その個別ズームは先ほど言って VIP 会員の方が限定ですよ ね, すね、はい、素晴らしいです、皆さん3万6000円払えば持ってくる、はい、個別ズーム受けられるっていうね。そうですね、はい、はい、でそれ実際に、まあ、
あの皆さん年会費はクレジットカード課金、それも銀行振り込み、一応今銀行振り込み で、はい、クレジットカードでも支払いできるように、はい、一応今月中に、ね、はい、できるようになります。俺一回1年分まとめて払おうかな。まあね、そうですね、その方とかはもう多分1年分は稼いじゃったっていう話をしてたので、そういうね、はい、声が聞こえると僕らもやりがいがあるので。そうなんですよね、特にあの、はい、去年とか、まあ、まあ今年もまあずっとあるんでしょうけれども、まあ、先ほど言ったように紹介料でね、うん、稼ぐ系 の、まあ、あの暗号資産プロジェクトってやっぱ腐るほど、うん、まあまあ、去年とか出てきて、そして、まあ、残念ながらあのどうなってんだって出金みたいなところとかも多いですけど、うん、まあ、そういうのを経験して痛い思いした人たちからしてみたら、自分でね誰の紹介もせずに入れて、そして自分で利確していくっていうのは、うん、やっぱり一番まあ真っ当というか、そうですね、まあ、分かりやすい、うんうん、もちろんあの暗号資産分かんないし、そういう、ね、トレードする時間もないから預けるわって人もやっぱいるんで、うん、まあ、それは僕も否定はしないんですけれども、うん、やっぱね、やっぱご自身でできるのが一番だと思うの で、 そ、 うです、ね、まあ、そこをやっぱり、ね、マニアさん、暗号資産マニアさんとで、うん、ヒゲさんはどういう立場で今いらっしゃるんですか。その主にあのコンテンツ作りの方をちょっとやらせてもらってます。動画とか、はい、あとはそのマニュアルとかですね、はい、例えば一つあるデックスがあって、これに対してじゃあどうやって、はい、あのステーキングさせてったりファーミングしてったりいくのとか、はい、その後どうやって利確したりとか出金したりするのっていうのの動画を作ったりとか、はい、マニュアル作ったりを今やってる形です、ね、すごいな。なんかなんすかこの2人のあのまあ、もう本当絶妙な、だってこれ普通に、まあ、ある種マニアさんがこう話してフォローして、でそこに対してマニュアルだとかっていうのってやっぱりお互いのやっぱ才能というか、うん、まあ、もちろんねがないとやっぱできないことなんですけど、両方はちゃんと噛み合ってるっていうのが、そうですね、もうきめ細かいの で、 すごいですね、資料とかは素晴らしいので。ちなみにあのその以外のマニアさんとヒゲさん以外のメンバーさんもいらっしゃるんですか、その運営は。そうですね、まあどっちも外部でもうみんな分散型なので、はい、あの一緒にそういう運営をやってるっていうか、こう外部で運営をしてもらってて、はい、で、まあ、一人女性の方がいて、はいはい、でその人もだってサポート役的な感じで、はい、まあ、その経費の部分だったりとか、はいはい、まあ、そういったところをこう見てもらったりとか、はいはい、あとはもう僕の、なんか会社 の、 そのサラリーマン時代の後輩がいるんですけど、はい、まあ、その人がちょっとこう仮想通貨教わりながら中で勉強もしたいということで、うんうん、まあ、そういう用語集作ってくれたりとか、はいはい、まあ、そういうのをこう分散して僕らもやってってる感じですね。はい、まあ、そういった意味ではいろんな方々に協力もあってこう回ってきて、そうですね、で実際この1ヶ月ぐらい、はい、あの回してみてどうでしょう、そのニーズ感というか今後の広がりというか展望というか、どんなことをしていきたいし、どういうふうに持っていきたいみたいなのありますか。はい、そうですね、まあ、やっぱりその、うん、まあ、NFT とかもそうでしょうし、はい、まあ、DeFi とかもそうですけども、うん、まあ、昔からあるけども、こっからこう実際のサービスみたいなのがやっぱり結構始まってきてると思うんですね、うん、はい、でそこに対してやっぱり NFT をじゃあ例えば、絵を描いてて、まあ、実際に今 実際に絵を描いてそういう個展とかやってる人が、うん、NFT の世界にも入ってきてたりするわけじゃないですか、うん、はい、でそういう時に、まあ、一つのきっかけとしてこの 3C サロンに、うん、まあ、最初入ってみて仮想通貨を教わりながら、うん、じゃあその 3C サロンで自分の絵をデジタルアート、うん、NFT を展開していくっていうのもありだと思いますし、うんうん、はい、でそういったことができる場みたいなのを僕はすごいこう想像してます、うん、はい、ちなみにこういったある種サロン、自分が主催主導でやるあの、まあ、サービスっていうのは今回初めて。そうですね、あ、面白いですね、はい、逆に今までは何かしら、ね、海外とかいろんな人の作ったものをこれいいよって広げられてるっていう印象もありましたけど、自分で作ってみどうです、なんか全部自分でやっていかなきゃいけない、そのプレッシャーだとか、まあ、プレッシャーもありますけど、やっぱりそっちの方が楽しいというか、はい、あ、まあ確かにそうですね、はい、やっぱり今までってこうね来た情報に対して、はい、まあ、汲み取ってでまた情報流すっていう、うん、このなんか間の作業だけだったんですけど、はい、だからここがない分やっぱ自分で考えていけるので、うん、はい、で今までやっぱり僕もそういうクリエイティブなことをやってた時もあったので、はい、ですよね、あのこれ、はい、前々回の放送ね見ごらんになった方は分かるんですけれども、実際マニアさんはですねデザイン学校に1年間朝5時のね、あの出社しなきゃいけないあの結構激務な会社に通いながら1年間あの、ね、そういった美術を、ね、あの学校に通ってね、うん、
で基礎を身につけて、はい、でクリエイト、まあ、ある種自分でね絵を描いてるからね、なられたわけですから、はい、まあ、そういった意味ではその、まあ、クリエイターの気質というか、まあそのやまあ、もともと好きなわけですからね。そうですね、逆にここからは可能性しかないというか、はい、でもそれをね伝えやすい立場にもいますよね。そうですね、最悪自分であのロゴでも、はい、デザイン絵でも描いちゃって、そうですね、俺の NFT だよって変えるはい、でも水石ねロゴの NFT にしちゃってもいいでしょうし、はいはいはい、まあそういったこうプラットフォームがあるってことは、うん、まあ、やはり僕もなんかやりやすいんじゃないのかなと、うん、やっぱ思ってたので、はいはい、すごい今はもう活性化されてきて楽しいですね。だ来週とかもあの、はい、僕の本当にデザイン学校の時の友人が個展をやっぱりやるんですね、はいはい、でその個展でやるんですけど、うん、まあ、それ以外にもやっぱ NFT をやっていきたいっていう思いがあるみたいなので、はい、まあ、そういうところを一緒にこうやっていければ面白いんじゃないっていうことで、はい、また来週そういった回もそうですね、やってるんですけど、僕らもどんどん今 NFT に参戦して、はい、今もどんどんですね、僕らもデザイナー、あのどういうこと、もうすでに、まあ、有名になられた画家さんで、その方々にデジタルアートも作っていただいたりだとか、うん、まあ、あとはすでにもうものになっているものとかね、うん、あ、これからアンティ、あの、まあ、そういったものを NFT にしていくっていう、うん、結構まあ写真 の, あの撮影とか、まあ、データ化技術っていうのはちょっと必要なので、その辺はちょっと今いろいろ模索しているんですけど、うん、まあ、非常に面白い所有権の転換が起きるなというか ね、 うね、これはあの前々回も、まあ、あの前の放送でもですね、 お話をしたんですけれども、あの今までそのなんていうんですかね、僕らの中では実際に例えばトスカさんが、あとあのマニアさんが描いたマニアさんが描いたまま突撃マニアさんがですね、はい、あの描いた絵とかですね、普通に買いたいと思っても、まあ、リアルで絵が欲しいっていう人が多かったんですよ、うん、でも今の時代って意外ともうみんな豪邸に住みたいっていう夢も、うん、まあ、持ってないし、自分にとって住みやすい場所で住みやすい環境あればいいっていう人たちが多いので、逆にあのマニアさんの絵欲しいんだけど、でもあのスマホ上で見れりゃいいや、しかもそれブロックチェーン上で俺のものってちゃんとなってんだから、うん、もうそれでいいやみたいな、うん、それで満足する人たちがもうどんどん台頭してるんですよね、うん、これが面白いなと思って、田舎に住んでると、まあ、家があるからちょっと広めに作れるから、うん、どんどん飾ろう、どんどん物を置こうとかってあるじゃないですか、うん、逆に今どんどんね、あのコンパクトシティの人たちは逆にもうスマホ上であればいい、うん、ここで実際にマニアさんが描いた絵が100万だけどNFT220 万とかでこれ多分ね起きてくると思うんですよ、うん、これがちょっとね、そうですね、で、おもろいですよ。その後何が今度起きてくるかというと、個展をデジタル上でやるじゃないですか、はい、だからこう NFT の関係のプロジェクトとかって、うん、NFT の中で不動産みたいなのも売り買いしてたりとかするじゃないですか、うん、はい、でその不動産を先に買っといて、じゃあ今度ここにしか見れない個展とかもできちゃうじゃないですか、うん、はい、あれが僕は面白いなと思ってて、うん、でそこでこうね、入り口としてデジタルの不動産の中のその展示場に入るだけで課金されて、うん、勝手にね、ガス代と言われる、電気代で水道代と言いますよね、そうそうそうでもやっぱそこにしか見れないから、はい、そこに行かないとやっぱ見れない、はいはい、だからルーブル美術館に行くようにその中のデジタル不動産に遊びに行くみたいなこともできてくるので、はい、うん、まあ、そういうところが僕は面白いんじゃないのかなと思ってますね、うん、そうなんですよね、はい、だから逆にもう本当にテレワークになってみんな別にね、あの出社しなくていいよってなった中では、うん、逆にこのサイバー空間の中で全て完了してもいいんじゃないかっていうね、そうですね、人たちもやっぱり出てきてるわけですから、うん、もう本当になんか人間がまたちょっと変わってくるというか、いやそうなると思いますですよね、既存のだってお金を一番扱わなきゃいけない銀行がディファイによってまた変わってきて、うん、そして所有権っていうものがまた NFT によって変わってきて、そうですね、ね、でしかもこの流れは止まらないですし、人が欲しがって、ね、皆さんもねおそらくあの、まあ、今はないオンライン決済とかもあるんでいいですけど、いちいち銀行行って、うんうん、で最近なんてあれですからね、ゆうちょ銀行とかインターネットバンキングであれですよね、1日の、送金が5万円に限度額が言ってましたね、言いましたもんね、あれとか何をしたいのみたいなね、うん、あのそれどうしたらいいの逆にみたいなみんなビットコインやる、それとも 何決済したらいいのみたいなね、うん、人によっては、うん、なんかその逆行してんのか何がしたいのかみたいな中で、やっぱブロックチェーンはやっぱりそのすぐ便利ですからね、そうですね、もう送金、はい、
秒で着金みたいな、うん、感じですから、はい、まあ、その辺の便利さとか、うん、ね、時代の動きをやっぱ伝えていかなければね、そうですね、いけないんですよ。逆に、まあ、ここからですね、あの、まあ、お二人のお伺いしたの夢ですよね、ここからの夢、うん、特にヒゲさんとかはもう僕はさ、あの、前回の放送もそうなんですけれども、まあ、ご家族もいらっしゃって、はい、まあ、そういった意味ではなんて言うんだろうな、まあ、父親としてというところの中で、まあ、家庭人としてというところも、まあ、ある種マニアさんよりももし先輩というかね、あの、もう先にあのいろいろあのやられてると思うんですけど、はい、今後の夢とか子供に対してこうなってほしいとか、自分はそのためにこうなりたいみたいなのってありますかね。そうですね、まあ、もう本当になんていうんですかね、先ほども言ってたんですけど、個人の時代っていうのがやっぱり結構あのなってくると思うんで、やりたいことができる環境を作っていくっていうところですかね。はい、なので強制はしたくないんで、子供がやりたいって言ったことをあ、いいよって言える、うん、まあ、そのためにはまあ、ある程度のお金っていうのがやっぱ必要になってくるんで、うん、その辺は親の務めだなとは思うんですけど、うん、まあ、本当にやりたいことをやって、こうなんていうんですかね、今までのこの縦の社会じゃなくて、こう横の世界をこうどんどん作って うん、いけるような、うんうん、そんな子供になってほしいなと思って。子育てから入りました。自身は逆にそうなるために、あ、そういうふうな、ね、自由、まあ、子供に対してそういうふうな教育や家庭環境を作るために、どんな風な未来をこれから 3C を通じてだったり、あの、はい、ご自身の成長だったり考えてらっしゃいますか。そうですね、僕も、まあ、やっぱりあのコンテンツ作りとかっていうのはどんどんこう携わらせてもらってて、うん、でこうこの間もあの初めてあのオフ会をやったんですよ。え、初めて、初めて、第1回目の、それは 3C のオフ会、オフ会です。あ、そういうことですね、はい、でリアルにこういろんな方と会って、はい、まあ、ほとんど初めましての方とかだったんですけど、はい、やっぱりこういうふうにこうつながれるっていいなっていうのがやっぱりあって、うん、オンラインサロンなんですけど、はい、これやっぱ実際に会う機会ってなかなかないんですけど、はい、まあ、実際にこういうふうに会って対面して、あ、この人こういう人なんだっていうのはやっぱり印象もやっぱ変わってくるんで、うん、はい、そういうふうにこうどん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 こう横の広がりを作っていきたいなっていうのがやっぱりあります、うん、はい、今後の将来の夢、夢といったら僕はもう本当に全国に柔道整復師サロン、そうですね、整復師サロン、全国に本当になんていうんですかね、僕はもう無料で、開放できるこうスポーツジムとか、はい、あとは子供のなんていうんだろう、遊び場みたいな、うん、そういうのをこうどんどん展開していきたいですね。なんていうんですかね、お金取らないでやりたいです、はい、うんうんうん、結構元ヤフーの社長の、ソーンさんの弟さん、太蔵さんとかが、はい、結構あの田舎でそういうクリエイティブ環境をね作られたりとかしてますけど、やっぱりね、自分が子供の時あったらいいなみたいな、そうですね、地域にあったらいいなっていうものがね、はい、お金はかかりますけど、でもそれ分ね稼いでやって、そうですね、作りたいっていう、はい、あ、いいですね。やっぱりそれぐらいにご自身も投資家として、その事業家としてどんな風にその資産を作っていこうとかってありますか。そうですね、今後、まあ、その DeFi もそうなんですけど、はい、まあ、当然、まあ、株だったりとか、うん、まあ、その仮想通貨以外のところでも、うん、やっぱりこうジャンル別でいろいろ見ていくと、なんか結局はつながってくるんじゃないかなっていうところが、うん、最近思ってるところがあって、はい、やっぱ世界の情勢とかそういったところの、情報もアンテナを高くして、はい、取りながら、まあ、仮想通貨だったり、まあ、株だったりとか不動産だったりとかっていうところで、うん、まあ、投資家として、まあ、しっかりこう立ち回っていけて、まあ、稼いでいけたらなというのがあります、ね、ありがとうございます、はい、さあ仮想通貨マニアさん、はい、どうでしょう、ご自身この 3C をこのまま盛り立てていかなければいけない、まあ、今真っ最中だと思うんですけれども、うん、そうですね、それはご自身の未来、そして今後みたいなところが、はい、まあ、まずはそうですね、その、まあ、分散型のコミュニティっていうところでやっぱり 5,6、うん、年ぐらいこうずっとやってきてるので、やっぱそういうのを、まあ、こう日本から世界へということで、はい、まあ、全世界でそういうコミュニティみたいなのをやっていくっていうのが一つの夢である、うん、いいですね、世界ってすごいですね、はい、まあ、すごい夢ですね、はい、だからどこにいても例えばニューヨーク行くんだったら、ね、ニューヨークの、こういう友達ん家に行けるみたいな、まあ、そういうなんかこう全世界でのコミュニティがあれば、別に家がどこにあろうとどこでも行けちゃう、うん、はい、そういうなんかこう環境というかコミュニティっていうのが多分こう幅広く僕はできてくるんじゃないのかなっていう未来があると思うので、うん、はいはい、まあ、そういうものをこうなんだろう、一つのプラットフォームとしていろいろ作っていけたら
面白いんじゃないかなと思ってます、はい、でそういった意味では今後もこの 3C というのをまあずっと続けていくという。そうですね、もうこれが何だろう、こう軸としてやっていければなと僕は思ってて、はい、面白いな、はい、コミュニティからねこう出てくるっていうのをまた、うん、ね、もともとは仮想通貨マニアとして、まあ、ツイッターもずっと、はい、これ何年ぐらいやられてるんですかね。もう6年ぐらいですかね。ですよね、皆さん、はい、ぜひツイッターでですね仮想通貨マニアで、検索いただければ多分一番上に出てくるのがですねこのマニアさんのページになると思うんですけど、はいはい、ウォッチしていただければと思うんですけど、これ6年続けてるわけですから。そうですね、6年ぐらい、まあ、ずっと本当に無料で LINE アットとか使ってずっと LINE で、はい、情報やってたりとか、はい、またテレグラムとかで、うん、グループでこう共有してたりとかしてたので、はい、まあそうですね、だいぶ長くそうですよね、逆になんか好きなんだなというか、まあそうですね、やっぱり好きこそものの上手なりじゃないですけど、はい、やっぱり好きなことじゃないと人間続かないので、いろんな方がいるので楽しいですね、はい、いやだから逆にその2011年、うまい棒を担いでですね、はい、震災にの中でどうしようかなって思った自分に今だったらどんな言葉をかけますかね。あの時と比較したらもう、ね、周りの規模も違うし、やってる仕事も違うし、はい、本当に今あの時は何だろうな、その日暮らしというか、はい、もう5時に終わってすぐ帰るみたいな、はい、でもうそこから好きなことをやろうぐらいな感じだったんで、はい、なんかこうなんていうんですかね、やっぱりこう抑えられちゃってたというか。そうですよね、はい、だって5時に出社して5時に帰るから何気に拘束時間12時間ありますからね。ありますあります。遅い時とか7時とか超えちゃうので、地獄ですね。結構そうなんですよね、地獄だった。翌朝4時起きしなきゃいけないから、うん、もう10時で寝ろみたいな、ね、そうなんですよね、はい、で大体こう夜とかって、まあ、クリエイティブなこととかやってたりとか、はい、こう考えはするんですけど、はい、やっぱりこうどん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 寝る時間もなくなってくるし、はい、本当にこう窮屈だったなというのがありますね、はいはい、でやっぱり今はもう自由に、はい、例えば、まあ、朝の6時まで仮想通貨調べててもいいし、はいはい、次の日別に12時まで寝ればいいし、はいはい、っていうことがやっぱりできるの で、はい、で結構海外時間とかって、ね、情報とかやっぱ取るのがすごい重要になってくるので、うん、まあ、そういった意味ではこう自由に自分のやりたいことを選べるっていうのは、うん、まあ、一番僕は幸せなんじゃないのかなと思ってるので、うん、まあ、そういったのをきっかけに、でやっぱり自分こう好きなものっていうのはやっぱりエネルギーがやっぱ出ると思うんですよね、うんうん、嫌いなものをやっぱやってた時のエネルギーと好きなものをやってる時のエネルギーの差っていうのはもう雲泥の、うん、まあ、前回の放送見られた方、はい、この方はですね、小学校 の往復の帰り道は往復でですね700-800 メートルずっとリフティングしながら帰るっていうですね、そうですね、もうマニアックなことしてた人なので、はい、まあ そりゃそうなりますよね、はい、好きなことだからそのリフティングして家往復して落としたらもう一回家から戻るみたいな、はい、好きなことをやってたら、はい、まあそれもたまたまですけど、マラソン大会市内1位なんですよ、はい、そうそうそう、好きなことやってたらいつの間にか体力ついちゃうみたいなこともこう、ね、別にマラソンは好きじゃないけど、なんかこう好きなことやってるとやっぱこうマラソン好きじゃないのに1位、マラソン、え、どういうことだ、はい、なんでマラソン1位になったんですか。いや多分そんだけサッカーをずっとやってたんで、体力は多分ついたんでしょうね。そうかそうか、で出たくねえけど出たら1位になった。そうなんですよ、だから好きなことをずっとやってると、はいはい、なんかこう得意なことができてくるんじゃないかな。面白いですよ、思うので、皆さんに聞きました、好きなことをやっていたら得意なことが増えていくと。そうですね、そうなんですよね、それはなんか思います。僕もいつの間にか文章書くの好きだったらないつの間にか作家になっていつの間にか雑誌の編集長やっててみたいな、ね、え今はもうね、まあ、テキストでもうみんなに文章を送るのも本当もう早いっていうかね、10分20分ぐらいできちゃうんで、まあ、そう考えるとやっぱ好きなことをねどんどん追求していく、そうです、ね、得意を増やす、はい、いい教育どね、ヒゲさんにとってもたまにはね、マニアいいこと言うなみたいな勉強になりますってありますけど、まあでもね、こういったオフィシャルパートナーシップがねこれからもまた続きながらね、この 3C が盛り上がってきてますけど、うん、じゃあこの後はですね2021年、ここから2022年、どんな風に暗号資産が動いて、業界動いていくかと予想しますかね、うん、そうですね、まあ、やっぱり2021年、まあ、はい、去年2020年は半減期が、うん、やっぱりビットコインの半減期っていうのがやっぱり一番 の、うん、ニュースだったと思うんで、うん、まあ、やはりそう考えると16年17年の時も
やはりこう半減期の次の年がバブりましたので、うん、はい、まあ、おそらく今年もそうなっていくんじゃないのかなっていうのが僕の表の考えなんですね。でそれがやっぱりビットコインがまあ10万ドルとか15万ドルとかまあつけた時にまあそういったこう時代がまた来るんじゃないのかなと、また落ちる時代が、そうですね、まあそういった時もあるんじゃないのかなと思うんですけども、やっぱりこう世界的に今目まぶるしくこう動いてると思うんですね、うん、はい、大統領が変わったりとか、うん、変わるのか変わらないのか分かんないみたいな時代だったりとか、うん、はい、それこそコロナがあって、はい、これから時代どうなっていくのとか、はい、それこそこう今がウクライナとね、あのロシアで戦争が起きるんじゃないかとか、うん、まあ、そういったこう情報とかも目まぶるしく変わる中で、うん、その中でやっぱ仮想通貨ってどうなっていっちゃうのかなっていう、うん、ちょっと僕も本当にこう不安でもあり、はい、あの楽しい、はい、うん、どうなっていくのかなって、その未来をこう一緒にこう見つめていきたいなっていうのがあるので、はい、はい、そうですね。なのでまあ正直今の段階ではどうなるかもうさっぱりわからない、はい、はい、本当にわかんないですね。いや確かにさっぱりわからないですね、うん、だからこそなんかその不安があるからこそ勉強して前へ進んで、やっぱりその新しいイノベーションだったりね、うん、その時代の、まあ、技術の変化、そして環境の変化、うん、やっぱ研究して勉強していくとやっぱその中に活路というか、そうですね、あ、これ面白いじゃんっていうね、うんうんうん、例えばさっき言った NFT なんてもう本当所有権の転換でこれ絶対社会変わるぞみたいな、うん、っていうのもありますし、やっぱりそのやっぱり学ぶ姿勢というかね、変化はあるものなの で、 そ、 うです、ね、まあ、そこをね、あの受け入れて、うん、そしてそこに対してまた受け止めて、ね、吸収していくっていう、うん、重要だなと思いますけど、はい、ちょっとですねそろそろお時間の方が迫ってきているので、まあ、ヒゲさんの方からですねぜひですね、まあ、今日視聴の皆さんにですね何かメッセージとありましたら、はい、厳しいのことでも結構ですし、はい、そうですね、まあ、去年から今年にかけて、まあ、DeFi はすごく今盛り上がってる市場ではあるんですけど、うん、やっぱりあくまで投資っていうふうに考えてもらった時に、楽観視だけはしないようにしてもらいたいなと思います、うん、あの絶対稼げるとかそういうのではなくて、やっぱ常にどこか怖いなって思う気持ちっていうのはやっぱり必要だと思うので、そういった気持ちは持ちながら、まあ、それでも資産を運用していったりとかっていう風な形で自分の中でこのポートフォリオをしっかり組んで、うん、あの取り組んでいただけたらなと思います。そのためにも 3C に入って皆さん、そうですね、うん、勉強していただければ、と思います。ちゃんとマニュアル作ってますからね、ヒゲさん頑張ってますか。はい、むちゃこのね、あの素敵なあのひげ怖いかなと思ったらすごい優しい。ってください。さらにじゃあここから戸塚さん、あ、マニアさん、マニアさんもどっちでもいいぐらいになってきましたけど、もう、はい、さすがマニアさん、はい、はい、お願いします。そうですね、まあ、やっぱりね DeFi っていうことで、まあ、やっぱ盛り上がってるとは思うんですけども、はい、あのなんだろう、その言葉言葉でやっぱり盛り上がってくることはいいと思うんですけど、やっぱりこの軸にある仮想通貨 の、 その技術的なところだったりとか、うん、まあ、そういうスマートコントラクトの未来だったりとか、うん、まあ、そういったところがやっぱりどう動いていくのかっていうのをやっぱり注目してほしいので、うん、はい、そういうのをこう、ね、分かっていただけるような、まあ、サロンにしていきたいなとは思ってます。はい、まあ、上辺だけでね、DeFi は儲かるよとか、はい、NFT もこんだけね、はい、有名になってきてるよとか、はい、まあ、そういったものだけじゃなくって、うん、じゃあなんでそういったものがこれから流行っていくのか、うん、分散型未来が求められてるのか、うん、やっぱそういったところをみんなでこう切り開いていくっていうことをやっぱりやっていきたいなと僕は思ってますね。そうなんですよね、はい、このまあ一つね、そのマネーゲーム的なある種、うん、これを紹介したらだとか、これに預けたらとか、うん、まあ、いろんなね、それともこれに今投資したらみたいなところで、まあ、それだけでね完結し、まあ、まあお忙しいからそこでねそれしかできないよって人たちも多分いらっしゃるかもしれないですけど、うん、やはりちょっとちゃんと勉強して、じゃあその技術の本質というわけじゃないですけれども、うん、そこをね学んでいくことによって今度また得意がねやっぱ増えてくるんですよ ね、 そうですね、なんかディファイが分かってきたら、あ、メタマスクってこうやったらできるよとか、うん、M トークンってこうやって使うんだよとか、うん、まあ、いろんなことが分かってきて、じゃあ今度は NFT にそれどう使えるのかなとかって時もね、うん、多分自分でできるようになってきて、またそれでね、あら、これもしかしてこれに入れたらいいんじゃねとかね、そうですね、自分で判断できるようになってきてみたいな、結局やっぱ最後ってこう自分のビジネスにも必ずこう携わってくるものだと僕は思ってるので、はい、うん、はい、なのでまあ仮想通貨今まで全然しなかったけども、うん、何か自分でビジネスやってるとか何かやりたいっていう時は、まあ、それを仮想通貨で何かこう一緒にやれる部分ってすごい多いと思うんですね、うん、まあ、この間ちょっと会ったゲーマーさんとかはそのゲームを作りたいと、うん、
じゃあそれをじゃあ NFT だったりとか、まあ、仮想通貨の技術を使ってっていうふうにこう持っていくと、うまくこう発信ができるよねみたいな話とかにもなってくるので、まあ、やっぱりそういうこうつかみ、なんだろう、つかみ方というか情報のつかみ方っていうのは必要なんじゃないのかなと思いますね、うん、そうですね。もう本当ね、皆さんの中でもちろんその情報をどうやってね掴めばいいか、どうやってその暗号資産を学べばいいか、僕のところにもですね、よくあのどうやって最初の一歩をまずどうしたらいいんですかで、うん、あの木下さんぜひあのおすすめの本があったらとか、もう僕の本書いてるの7年前とかですよね暗号資産の。だからもうそういった意味ではですね、結構もう古くて、僕自身はもう知識がアップデートされてるんです、それを本にしてまとめる時間もなくて、うん、でもそんな中でですね、まあ、この暗号送り人のこの、まあ、週刊送り人はそういった意味では情報発信なんですけれども、まあ本当にですね学びたいなと思う人はぜひですね、この暗号仮想通貨マニアさんとヒゲさんのですね 3C サロンですね、クリプトカレンシークラシック、こちらの方にぜひですね、ご入会いただきまして、年会費も一括払いで3年間ぐらい払っていただいてですねそして、楽しいクリプトライフをですね、過ごしていただければなというふうに思っております。はい、で今日はですね、また、2回にわたりましてですね、あの仮想通貨マニアさんとヒゲさんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた来週。